はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。女剣心さんとね、影武者家康さんの天道58回目やっていきましょう。さあ、もうね、降伏勧告の使者は出しましたので、あとは本当にこの舞台をやっつければ。敵将を捕獲した。はい、目標変更せよ。で、一旦引きます。行け。任せよ。かしこまりました。承知した。サミさんは、せいやぐらいね。あ、これも引こうか。は、うん、もうね、1万1000ぐらいやから 全回復したとしても。で、ちょっと急がせましょう、開発を。ついけるからこっちに火事場を。続きなさい。任せよ。長野さんだけ減らしたか。お任せあれ。受けたまわりました。
然揃ってないな、ここは。賢い人が二人しかいないもんね。これで、岡崎城を脅かすことができます。ごめんなさい。よし、これを、浜松まで持っていき、かしこまった。行け。岡崎の必殺横入りからやね。で、清須はね、そんなに兵力いないんで、承知いたした。建築完了。次の作業に移る。取りかかれ。
進行忘れてた。あ、岩月のメンバーでさせようか。うん、武士道ね。これで。
建築完了。次の作業に移る。あ、交流したね。じゃあ。やかり陣を変えよう。であと二人はせやね、守ってるから、建築完了。この場見て待機。かしこまった。まあまあ、サマというね、大金使っちゃうんでね。茶室の数がね、ちょっとでも進行があるから、
せやね、八幡宮を建てとけばいい。受けたまわりました。とは言うてもあんまりあれ使わんけどね。終わった、よし。始めよう。出てくるかな。出陣かけて進め。使いにしようか。で、あとは茶室を解体して、そう。はい、では1月になったところで、よいしょ。ではこの辺で、終わりましょうか。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。